いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。本日ね、やりたいなゼロデスチャレンジということで第2回やっていきたいと思います。前回はね、ちょっと説明できずに終わったと思うんで、ゼロデスチャレンジの説明をしていきたいと思います。ゼロデスチャレンジとは、つまりスプラトゥーンはデスが少ない方がいい、優秀ということで、ゼロデスが最強ではないかという思考にもとに、ゼロデスを目指す企画です。ゼロデスで勝利をする、なおかつゼロデスで試合が終わる、そして